え、皆様おはようございます。はます柏は純子と申します。えっ、ー、と宣誓式にはえっ、ー、と本当にたくさんの方から祝福し,たらいしていただいてありがとうございました。本当に嬉しかったです。えっ、ー、とああと今朝ちょっとあのハプニングがございましてはいああのあのドアのあの前の ドアの車のドアでちょっと目の下をあの切ってしまいましてあのちょっとここに立つまでの間ちょっとお岩さんみたいな顔で立たなきゃいけないのかなと思ってちょっと心配してしまったんですけどおかげさまで聞きましたのではいありがとうございます。 主人のちょっとリクエストがありましてここでちょっとどうしてもやってほしいということがございまして <laughs> はいあの大変節約にも恐縮でございますが一つ皆様も一緒にお願いいたします <laughs> <は>アデリアアデリアアデリアありがとうございます, <laughs> 失礼しますはいでは証しをさせていただきたいと思いますはい。 IJCC の家族の皆様の愛ある助け手があって、今日の日を迎えられて、この場所に立てていることを本当に心より感謝いたします、えーと。私がハワイへ来たのは、昨年の10月の半ば、日本で会社勤めをしている主人の急な転勤が決まり、家族で一緒に移り住むことになりました。幸いい住まのの近くに IJCC ががあるのが分かり 教会へ行く前に日本の教会で牧師をしている主人の父に冬木先生宛に手紙を書いていただき家族でお世話になることになりました教会へ通い始めた頃私はまだ迷いの中にいましたその由は私の母の家系が代々秋田県角館町にある 学法寺という日蓮宗の仏教を信仰しており私も幼少の頃から毎日神仏に手を合わせて祈るようになっていました亡くなった祖母たちは生まれつきの特殊な能力本人たちは神通力と呼ぶものを持っていて住んでいた町で有名になり奉仕で悩みを持って次々に相談に来る人々を 奇跡の力で救うことをししていましたあの町村からも表彰され私は祖母たちをとても誇りに思い自分自身も一緒にたくさんの奇跡を見て聞いて仏教への信仰が確実なものになっていきましたそうして成長し大人になり縁があって創業者が プロテスタントのクリスチャンの白用者というクリーニングの会社に勤めることになりました仕事,一筋仕事一筋で13年がたった頃職場でクリスチャンの主人と出会い結婚しました主人の父に結婚後からは一緒に教会へ行くように勧められ家の近くの教会へ通い始めるようになりました クリスチャンの家に嫁いだのだから、私もいつかはキリスト教をしっかり信仰できるようにならないといけないと思い、通ってはみたものの、それはただ、行って賛美をして話を聞くだけでした。礼拝中もメッセージの内容は難しくて、ほとんど頭に入らず、寝てしまうこともありました。イエス様がとても素晴らしい巫女であるということ。 復活された奇跡は本当のことだと理解はしていましたが、今まで自分が信じてきたものや体験してきたものが完全に否定されているのが、やはり納得がいかないまま、特に大きな気づきもきっかけもなく、主人の2年ごとの転勤先で教会も変えながら10年が過ぎました。結婚10周年で、ようやく、 夫婦待望の娘が生まれ、子育てに奮闘し、約2年が経とうとしているときに、初めてハワイへの海外転勤が決まりました。驚いたのはもちろんですが、一番気がかりでしたのは、日本で自閉症の疑いがあると診断を受けている娘のことでした。まずは IJCC の親子教室を長年されている。 ひろこ先生に相談をしてみようと思いました。転勤後6日目、いよいよ IJCC の教会生活が始まりました。素晴らしい生バンドでの賛美に圧倒され、先生方のメッセージがとても分かりやすく、どんどん頭に入ってきて、初めてもっと聞いていたい、楽しいと感じている自分がいました。そうして、教会と親子教室へ通い始めて、 1>, 1ヶ月が過ぎて少し慣れてきた頃、ひろこ先生から聖書入門クラスへ誘,誘われました。良い機会をいただいたので、きちんと聖書の勉強をしてみようと思いました。この時はまだ自分には受聖は無理だと思っていましたが、入門クラスの目標であると聞いた時、ここで思い切って子どもの頃からの体験と、 今まで疑問に思っていたことを聞かないと、これから先、前に進むことができないと思い、先生に質問をしてみることにしました。生徒史上、とんでもない質問や話ばかりをしてしまったと思いますが、それでも,私はそれでも先生は一つ一つきちんと話を聞いて答えてくださり、クラスの先輩方も、 みな私のことを信じてくださって、自分でも気づかなかった過去からの神様の導きを一緒に見つけてくださりました。この仲間でなかったら、勇気を持って質問ができていなかったと思うので、本当に感謝です。初めの頃の混乱も、信仰告白をさせていただいてから、少しずつ落ち着いてきて、日に日に心の糸がほどけてくるようでした。 3秒していると涙が溢れそうになり何とも言えない感覚が広がっていきました自分は一体どうしてしまったのだろうと思っているうちに次々と奇跡が起こり始めましたまず娘の自閉症を見てもらえる環境が家の近所であっという間に整ったことや悩んだり困ったりしているとすぐに周囲の人を介して助けてもらったり答えをいただけるようになりました まだ聖書から御言葉を探せない私のために神様が周囲の人を通じて教えてくださっているのだと思います。こうして神様を近くで感じ、存在が分かるようになってきたとき、イースター宣伝のお話をいただいてありがたく受けさせていただくことにしました。本当のの神様のことが分からずに 偶像礼拝の罪を犯した私の罪をイエス様が許してくださり、私が受けるべき罰を身代わりとなって受けてくださり、私の罪を許してくださったことを信じることができ、罪と呪いから解放してくださったこと、クリスチャンとしてスタートできる道を整えてくださったことを心から感謝しています。これからはクリスチャンとしてまずは子育てを頑張り、 もっと聖書の勉強もして神様の御心に従って自分にできることを考えながら皆様とともに歩んでいきたいと思います。ひろこ先生からいただいた御言葉の中で私が好きな御言葉は神のなさることはすべて時にかなって美しい伝道者3章11節です。えっと、日々 神様と IJCC の神さ神の家族の皆様にたくさんの希望と恵みをいただいています。えっ、ー、と本当に感謝です。本当にありがとうございました。ありがとうございます、えー。これは本当に主の導きだって思います。 私たちが何かをしたからではなく神様が純子さんを導いていてくださって愛していてくださって本当に私のところに来なさいと導いてくださったんだなと分かりやすい主の導きを心から感謝します。それでは今日言う言葉を語ってくださる三脇先生期待してしばらく黙とうの時を持ちたいと思います。<music> 黙祷を終わります。それでは今朝の聖書の箇所を拝読させていただきます。詩編の115編、11節です。短いので2回繰り返します。主よ、主を恐れる者たちを主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。主を恐れる者たちを主に信頼せよ。 この方こそ彼らの助けまた盾である以上ですえこの箇所から三橋先生より主を恐れる者たちを主に信頼せよという題で御言葉を取り付いでいただきます朝の挨拶を皆さんと一緒にしたいと思いますおはようございます 私からも一つお願いがありますが、<laughs> 皆さんと一緒にしの宮も賛美したいと思います、ハレルヤハレルヤ、ハレルヤ、ハレルえー、先日、関西青少学院というところで、卒業式のメッセージをさせていただきました、ハレルヤってしたんですね、あとで学生たちの間で、生ハレルヤ3回見れたっていう。<laughs> それが話題になったと聞きました、えーまあ、あの僕はこのハワイに来て、えー、牧師したての頃ですね、結婚式にあの呼ばれて参加しましたで、結婚式の終わりの時に、バンザイをね、参加やったんです、僕はびっくりしました、日本から来て、今からもう三十数年前ですよ、結婚式、このホノルールでね。えー、それで 結婚式の最後にバンザーイ「万歳万歳万歳」って3回やったんですなかなか見る機会なかったですね日本でも昔は天皇陛下万歳っていうのをやったと思いますでも結婚式で万歳3回っていうのは何なんだろうなと思いました誰に何を万歳してるのかなと思いましたでもそのことはすごく強烈な印象があって私は主を褒めたたえたい 私は主を礼拝するものでありたい、そう思ってですね礼拝の時にね、ハレリアって、1回じゃなく、3回、ね、その方が完全かなと思いながら、ハレリアするようになったんです。で、実は、今でこそ、私も人の前に立ってこうやって話をしますが、人の前に立ってお話をするのが、とてもとても、もし選べるんだったら、したくない方です。へえー、って、そうなんです。でどっちかといいうと後ろに隠れていたい ね、なぜ奥さんといつも一緒なんですか、家内をいつも前に置いて、その後ろをついて歩くんですが、1、えー、人だと本当に引っ込み思案なんですね、でも礼拝の時は、今自分のことを考えるのではない、主に心を向けて、あなたを礼拝するんだ、そういう意味でですね礼拝の時に、えー、これは私自身の、ね、こう感覚ではないんですね、もう本当に主を褒めてたえるんだという意味で、ハレルヤ主よあなたを礼拝します、あなたを賛美します。ね そうしたときに、ふっと自分自身も気持ちも思いもね、今は礼拝しているときなんだ、神様に向かっていくんだ、そういうふうに自分自身の中でも変えられるんですね。ですから、一緒に好きとか嫌いとかじゃなくて、死を礼拝する、そのことを今朝もしてまいりたいと思います。去年年の5月今ぐらいでですすねあの来ました1年ぶりですが あーでも子どもが孫が2人増えて1年でもまあいろんな変化があるなと思いましたえ今年は2月からサバティカルっていうのを取ってますえサバティカルサボってんのか <laughs> えさっきあの子どもの <laughs> サンデースクールで先生がねきっと三橋先生の話難しいと思うけど親父ギャグ何回言うか数えてよね 子どもたちのアテンションを引くために、1回言いましたね、ただ何回言うか分かりません、その時ので出てきますので、サバティカルっていうのは、まあ,あ、アメリカですので、割と知られてる言葉かもしれませんが、研修期間とか充電期間ですね、休みも含めてなんですが、安息の年、休暇を取りながら、普段できなかったことを本当に充電していく、あるいは研修していくっていう期間です。 えー、まあ,あの、えー、人並みに私も年を重ねる負担できて、この1月で60歳を迎えたんですね、でやっぱり59歳と60歳ではずいぶん違うなと今、感じてます、何が違うのかなというと、59までの、ね、60、ね、を一つ目指しながらこう歩んでたと思うんですが、実際、60歳になってみると、直人さん、もうすぐね、えー、やっぱりね、景色が違いますね。 見えるものが同じように見てるんですが、ある節目節目に立つと、やっぱりこう見てる景色っていうのは変わってくるんですね、いいもんですよ、えー、60歳になって見て、そして見えてきたもの、またこうして IJCC に毎年のように来させてもらってますが、えー、今日もですね、先ほどのメモリアルサービスのスライドを見ながら、本当に懐かしいという感じではないんです。いやーといやとう感じで えー、そして、何歳で亡くなった、ねえー、横田さんが63歳、K さんが60歳、ほう、今の私と同じ年の時だったのか、えー、なんか K さん、K ちゃんみたいな感じになってきましたね、えー、鈴木さんを知ってる方は、実は私の行った小学校との先輩だったんですよ。ここのハワイっての面白いとこですね いろんな出会いがあり、時間を超えて、神様がやっぱり私たちを出会わせてくださるんだなと、知るとできます、えー。まあ、北海道から鈴木さんも来られて、函館っていう小学校で、今はもうなくなってしまった小学校なんですが、先輩だったっていうのをね、このハワイに来て知ったんですよ、まあ、そんな出会いがたくさんありました。まあ、いずれににしてても私たちにこの節目を与えてくださる 今年35周年を igcc 迎えてます。皆さんにとっても今年も大切な1年になることを私たちは、えー、覚えていきたいと思います。今朝のメッセージは主を恐れて。そして主に信頼していきます。ということです。えー、まあ、さっきね。あのサバティカルっていうことを言いました。で、ほとんどメッセージをしてないんです。ただ、えー、普段できないことでたくさんいろんなところに呼ばれたりして。まあ 他のところで説教したりすることがあるんですが、ちょっと今日僕はドキドキしてるんですね、私もドキドキしてるんですが、実は九州の筑後の教会に、えー、今日初めてね、1人で説教もし、また牧師のインターンとしてする兄弟がいるんです、数年前にここにもお邪魔した長尾悟という兄弟で、彼は今23歳なんです、でも牧師、インターンとして先週ね、一緒に連れてったんですよ。 筑後の教会に、九州の教会に、そしてここに住むんだよ、初めてね、自分も見たことのないようなあアパートを借りて、ここを借りたからね、僕も見てなかったんですが、あのーまあ、借りていただいて、ね、300ドルの、月300ドルの部屋で、みんな心配してました、お母さんとかもね、お父さんも、大丈夫なんだろうか、そんなところで、でも行ってみて、えー、本当にきれいなところで、駅にも近くてよかったなと思いました。でも彼は 皆さんの心配を聞いたときに、大丈夫ですか、やっていけるんですか、経済的にどうなんですか、心配してくれてましたが、彼、こう言ったんですね、私は神様に呼ばれたので、神様に召されたので、何があっても大丈夫です、たとえ死ぬことがあっても、殉教します、まあ若いから言えることなんだけど、言っただけ大したものだなと思いました、そういう思いで、彼が今、牧師のね、第一歩を、 踏み始めたんですよ実は私もこのハワイに来た時は25歳でしたさっきも青年たちがここで賛美をしてたり下の見た時にどんどん本当に主に聞いてそして神様に仕えてってほしいなってそう思いましたさあ,あ i g c 子の皆さんと昨日はバザーをさせていただいてねさせていただいててしてね 楽しかったですねで何が楽しかったかっていうと本当に皆さんが、えー、本当に家族だなって感じでいろんなことね気づいことも言われててもこれもうちょっと味がねちょっと薄いから濃い方がいいんじゃないみたいに言われても「あそう? <laughs>」ねそうでやってる人いたり黙々とイカを焼いてたりねすごいなと思ったりね。 えー、もういいかというぐらい僕もあのイカもう最後ねちょっとあったんで、えー、2つでいくらだっけ忘れちゃったよあの1つ7ドルだったのを2つで10ドルぐらいに、ね、したりとかあ3つで10ドルね、えー、そんなことやってましたでも世の中は家族のようにして関わる関わりってたくさんあると思うんですよ、ね、でも 教会って何なのかというと、家族だから。We don't like like a family.We don't act like family.But we act because we are family.、ね、全然違うでしょ家族のようにして行動する関わりっていうの、レーションシップみたいなのはいっぱいあるんです。でも簡単に壊れてしまいます。でも、いろんな問題があったとしても、なぜ関わっていくんですかだって家族だもん。 ね、誰かが病気になった、誰かが何か失敗した、でもそこでその関係を切ってしまうんではなくて、関わっていくのはなぜですか、だって私の子供だから、だって私のブラザーだから、だって私のお父さんだから、お母さんだから、家族だからでしょ We are not just a We are family.、ね。家族だから、これが神様がしてくれたことだし、神様の考えなんです。 聖書って全然難しくないんですね。神様のメッセージは非常にシンプルです。この聖書が何を私たちに伝えているのかというと、ガーズ・キングダム、神の国、三国ということです。三国って何なのか、神様が私たちと一緒に暮らす。え、そんなこと神様考えてるのそうです。神様が人を作って、私たちと一緒にずっと、もう時間もない世界の中で、私たちと暮らしますよ。 暮らしますよってのはどういうことですか一緒に食べたり、そして一緒に遊んだり、一緒に楽しむということです。場所もあり、そういう時間もあり、ね、そして見える形でも接してきますよということなんです。そのことが神様のメッセージです。神の国のことをこの聖書は伝えてます。ですから皆さんが聖書を開いて どこを開いても、もし何かでちょっと、んー、何のことを言ってるのかなと思ったら、あ神の国のことを言ってるんだな、じゃあ、神の国って何神様を天の父としながら、私たちは家族として生きていくよ、暮らすんだよということを、実はこの時代を超えて、イスラエルを通して私たちに伝えてるんです。そのことを約束しましたよというのが、この聖書なんです。神の国を約束したんです。どうやって実現するんですかどうやってその約束が保証されるんですかキリストがあなたのところに来ますよ。 キリストがががこここここのののとととを保証します約束しまますすす約束そのことがこの聖書が伝えていることです、えー、もし聖書は何言ってるのか3つ言えって言ったら私は神の国のこととそして神の国のことを神様が約束してくれていることとそしてそのことを実現するためにキリストが来ましたよそのことを伝えているのが聖書ですよ30秒ぐらいで大丈夫だったね今ね。 本当ですよ創世紀から黙示録まで何言ってるのかこのことを皆さんがねあそうなんだなって見ていくと大丈夫ですだからこの神様を恐れてそしてこの神様に信頼してきなさい、えー、今日のメッセージはその,何のこ何箇所ですねえーまあ、いつも IJCC の皆さんと交わさるたびに、えー、あの本当に嬉しいですしお互いにあの時 主に信頼してよかったね。あの時諦めずに来れてよかったね。本当にそう思いますね。この場所にいるだけでも、まあ、私は本当に嬉しいですね。何見ても,も、やっぱり思い出しますし、えー、あの時こうだったな、普段は考えてないんですよ。でもここに来ると、ふっとそのことがまた思い返されますね。主の恵みを今日も覚えたいと思うんです。でこれから先も、いいですか。 これまでも神様をよくしてくださったんあればますます神様の恵みっていうものが豊かに味わえるんだよってことを覚えたいと思います。この前まではよかったけども今日はちょっとねさっき証し使わせた淳子さんせっかく証しをしようと思ってね来たのになんかドアぶつけちゃったって。 ね、がっかりしてこんな顔でと思ったけど、まあ、どんな顔でもよかったんだけどでも神様は悪意深い方でちゃんと全然言わなきゃ分かんなかったですよね、えー、言われたので <laughs> あそうだったのと思いましたがでも神様の恵みっていうのがありますねでそれは私たちはその時にはなぜと思うようなことなんでこのタイミングでどうしてこんなことかと思います分からないんですよ、ね、時々牧師に聞いたら分かるかと思いますが分かりません ね、今日聞きたいと思った人、僕に聞いても、冬木先生、少し分かるかもしれないけど、僕に聞かれても、なぜこんなことが今このタイミングで起こってるんですかって聞かれても、分からないです。でも、すべてのことをご存知で、見ていてくださる、神様いらっしゃる、今までもそうだったじゃないですか、この方に信頼できるということは、なんと幸い、そしてこの方は、どんな方なんですか。良い方なんですよよ私たちが思ってるよりも いや思っているまた失礼よね。えーえー、っていうぐらい、びっくりするぐらい、ね、まさにアメイジング・グレイスですよ。それぐらい良い方なんだなということを体験していくと思います。希望を持ってる人は、少しぐらいのことで短期を起こしません。切れ前ですね、えー。昔もっと切れてたでしょ。 ね、だからあの今も着れるって人い大丈夫大丈夫、ね、だんだんでももし主と出会ってなかったらどうですかもっとやばかったよ、うんね、だからいっぺんにって僕らは思います何でも早い方がいいと思うかもしれないでもねそれがいいと思ってるのはこっちが勝手に思ってるだけですよわかります何でも早い方がいい大きい,方がいいい方方がが大き 多いいい方ががとと思思っっててるるのは誰か人んじゃあ神様はそう思っているかっていうとそんなことは思ってないかもしれないですね私たちは何か失った時間があると思っているかもしれませんけれども神様の目から見たら神様の考えから見たならばこれでよかった、えーまあ、最近は私も皆さんに紹介される時に「<laughs> ナイト・デ・ライト」の絵の具のお父さんですって紹介される人が多いんです。ね でそれまでねこう、眠たそうに知った青年たちが「えナイト・ドライト、えのく、えのくのお父さんなの?」急にね、目がパチっとして、えー、帰りごろには握手とかね、私がここに来た頃はねは、25歳で来たでしょ、その頃には「北国にかける愛」って本があって、また映画もあったんです、あの三橋先生の息子さんですかって言われて、親の七光、ね、最近は息子の七光。 ですから僕はもう何もももしなくても16も光あるんでっちあ、違った7だから14だ <laughs>、えー、計算ができなくなってきてね7光プラス7光なんで14いいじゃないですかねえ特別何もしなくても私の父や私の息子がそんなふうにしてね神様の栄光を私にも与えてくれるんで感謝ですよねでも皆さん知ってますよね絵の具のことを知ってる人は その時はどうなってんだろう、ね、本当にこの人の親の顔が見たいと思った人があたくさんいて、まあ、見に来てくれたと思うんですがあれから20あもう30今年4になりますねえノクもね34年経つんです、ね、今はいやえのみたいになりたいという人までいるんですよ 誰がそのことをその当時思ったでしょうか <laughs> そう思うとね本当に今見てることね事実は事実でしょうがっかりするようなことはがっかりしますよそれを無理やりねがっかりしてないなんていうのはそんなのないどっかでボロが出ますよがっかりするしええと思いますよいいんですでも神様はあなたと違うんですよ神様はすべてのことを見ててくださりそしてよくしてくださる方 ここのととを覚えていいきたいと思うんです私の息子は ADD って言われましたあ言われましたって過去じゃなくて今もそうなんです <laughs> アテンションデフィセット、ね、で、えー、そういうふうに、まあ、いわゆる診断もつけられたんでまああの、えー、ご存知の方は結構しんどいだろうな、えーまあ、人並みに私たちもそこを通らせていただいてでもね絵の子はたくさんああいう作詞や作曲をするんですよ でそれはなぜできるかっていうとね、すっごい、あることにはすごい集中力があるの。まんべんにできないだけなの。ねなんとなく私たちはまんべんにできたら、えー、いいなあと思ってますよね。それをアベレージとふうにしちゃうので、そうじゃない人見ると、ええー、と思うんですが、神様が作られた一人一人をね、文句言っちゃいけないですよね。もし、もしですよ、まあ、来週来ますんでね。 ちょっと息子の話しましまたが親ばかですけどもあの、まあ、彼がいろんな曲を作っていろんな人たちに、えー、また本当にそれを通じて神様と出会いをいただいたりしてね師を褒めたたえますが何時間でも歌詞だとか曲だとかを集中して彼を、ね、やることができるんです一つのフレーズを何時間でも繰り返し繰り返し繰り返しもうおかしくなるんじゃないかって思うぐらい。 それができるんだったらこれもと思うところが親の浅はかさでねそんだけ集中できるんだからこれもできるでしょうそこはちょっとねまあユニークなんでしょうね。親ってねもう身勝手でこれができるんだから満面にならしてもらった方がいいんじゃないのみたいに思うわけですよ。それで満面にできそうな人がいるとなんであなたはねこれもうちょっとできないのもうちょっと頑張ればもっとできるんじゃないの ももうとにかくないものをねだりをしますどうしてそれをそのまま受けられないかな受け止められないかなって今になるとつくづく思いますよね、まあ、そんなふうにして、えー、神様が一人一人を大切な存在として作ってくださってるんですね希望を持っている人どこにその希望を置いてるのかやっぱり今を生きる生き方が全然違ってくるんですよ皆さんどうですか希望を持ってますか ね、さっき60ぐらいになってねあの見るものが変わってきた若い時は自分が何ができるだろうか何をするだろうかってことにすごく希望を持つんです60ぐらいになると何ができるかって寝るしかできないぐらいですかね <laughs> 何かしたいと思って昔は器用だったけど動かないとかねそれ考えると希望どころじゃなくて絶望になりそうですよ、ね、でもねあそうじゃないっていうものがねっ はっきりしてくるんですよそうやって体がピンピンを動かせた時は楽しかったねでも今はそれだけじゃないものをしっかり見れる持てるということはなんと幸いなんだろう確信を持って言えるっていうのはいい年にもなったなあとそう思いますね大きくうなずくんですよそういう時は <laughs> 本当に僕もそう思ってますだんだん言うこと聞かなくなりましたねもう少し早く走れたのになあと思ったり もうちょっと早く反応ができたのになと思いながら、いやいや、これぐらいでいいかもしれない、だんだんそう思ってきました。でも、何に希望を持ってるんでしょうか。皆さんの希望は何ですかと聞かれたら、何と答えますかね昔はパイロットになりたいとか、今はあんまり言わないと思いますよ、もうそろそろ免許もギブアップしなきゃいけないとかね。 希望は何ですかしっかりと私の希望はこれですということをやっぱり伝えていきたい、ねえー、今朝はその希望が何であるのか、私がどこに信頼を置いているのか、何に本当に私の毎日を置いて生きているのか、これがはっきりすると幸いですね。私たちの希望は、三国を受け継いでいるということです。三国って何か神の国、天国、同じ意味ですよ。 神の国を受け継いでますよ。神の国に生きるものになりましたよ。別な言葉で言うと、神様が私と一緒にいます。これが私の希望です。何が起こるか分からないけれども、神様が一緒。だから大丈夫。これが私の希望です。そしてこの神様が何をするのか、神様の計画が聖書を通してはっきり見えるから、ね、この地上に、この地上を作って、神様が人を、 出会いを与え、そして出会いの中で楽しむこともさせてくださった、このような楽しみが、ずっと神様を中心にして、神様を続けてくださる、神様はそう約束してるんですから、先ほど出た、スライドに出た人たちと、本当に顔を合わせて、私たちはまた会います。皆さん、信じてますかそして、イエス様、私の中にいますよ、精霊様がいますよ。でも この顔、この顔っていうか、この目、この肉体じゃないかもしれないけども、私たちが、ああ、イエス様って分かるように、アイデンティファイできるようにして、見ることができるし、触ることができる、キリストとお会いするとはできるんです。これが私たちの希望です。神の国に生きる、神様が一緒にいる、そして、また皆さんと一緒に会うんだ、ね、そして一緒に暮らすよ、ちょっと横の人を見てくださいますか。 ねね、後ろの人も前の人もね、この方たちとずっと一緒に暮らすんですよ、嫌だと思っても <laughs>、大丈夫ですか、だからこそ今ね、大切に、大事に関わる必要があるんですよ、まあ、どうせ死んだらおしまいだろうと思っている人は、聖書を知らない人です、ね、希望のない人です、聖書を知って、本当に神様はどんな方なのか、神様が約束していることが分かった人は、 生き方が変わるんですねお互いがただこの一時的な一期一会という言葉がありますがでもそれでおしまいではないんだよってこと私たちの希望がそこにありそして希望は、ね、逆にいやもう、えー、この人と顔見なくていいやっていうのは希望の人もいるかもしれないけどそれがね「ああよかった」って「あなたはそう思ってても神様はそうさせてくださるの」 そこに希望があって、いやあなたと出会えてよかった、いやまたずっと一緒でよかった、それが私たちが神様からいただく希望なんです。不安定な世の中になるほど、本物が問われるし、求められます、えー。ますますクリスチャンの存在、教会の在り方が影響を与えると思うんですね。どうクリスチャンが生きてるか、教会が どんななコミュニティのの中で存在になっててるるかそれれ問われているてことこ皆さんもご承知のように今このハワイにいるとなかなか気づかないかもしれません、えー、まあニュースとかではねたくさん入ってくると思いますが実際にいろんな国々に行ってみると相当テンションが高いです緊張状態が続いてます人種の問題難民が流れ込んできているヨーロッパにもそしていろんな国々が いろいろこう自分たちの国も来てほしくないとかいやいる人たちを出そうとかそういう動きが激しくなってきています皆さんこの IGCC はどうなんでしょうか僕はここに来ると本当にほっとします確かに僕は日本語でしか今話さないですからここはアメリカですよ英語の国ですよそんな中でこうして日本語の説教を聞いている皆さんはすごいと思いますでも私たちはそういう リミテーションリミットを持ちながらも人種じゃなくて言葉も超えていろんなカルチャーはリスペクトしながらもでも私たちは天国人 We are the people of kingdom of God. でしょ我ら天国人なんですよこの今世の中が今の時代が何が必要なのか本当は何が知りたいのか 私たちは一人の人、男として、女として、子供であれ、おじいちゃんであれ、おばあちゃんであれ、ジェネレーションの違いじゃなくって、私たちは一人の人として、主の前にどういう存在なのか、神様に作られた神様の目から見たら、高価で尊いしいらない人なんて一人もいない。神様を中心として 私たちは神の家族ですよね、えー、それが表されてるならば IGCC は幸いですしいやそのためにあるんだよってことですからここにねいろんなカルチャーのバックグラウンドを持ってる人たちやいろんな言葉を普段使ってる人たちがいるっていうことは何と幸いでしょうかそうですよね私たちは神の家族っていうことこれが本来この地球に生きる者たちの生き方ですよということを こうして一緒に礼拝していく中で、実はサンプルとして、モデルとして示してるんだよということを、しっかりと覚えたいと思います。えー、ただ、少しきついことも言わざるを得ませんが、クリスチャンや教会にも問題がたくさんあるんです。何の問題かというと、聖書がないということです。い,いえ、聖書持ってますよ。ね、もうこれはあるんですよ。これはある。 でも、えー、言葉はあるんだけども、聖書の世界が見えないということなんです。どういうことですかつまりね、この聖書の言葉を、ここはこういう意味で言ってますよ、こういうことですよって説明はたくさんする人いるんです。いやいや、そうじゃない、こうじゃないって言って、ディベートする人たちもたくさんいます。聖書を解釈や分析する人たちもたくさんいます。 でも聖書は勉強するっていうか、解釈するためのものでもないんです。本当は先ほど言いましたが、神の国、キリスト、約束、まあ、これがキーワードだと僕は思ってるんですけども、聖書を本当に私たちが受け止めていったときに何が起こってくるのかというと、神様と私との関係がどうなっていくかということが大事でしょ。神を信じている人、聖書を聞いた人。 その人たちがじゃどう生きていくのか、生きるということが大切であって、どういう意味ですかっていうディフィニッションの問題ではないんです。人間が神様ってどんな方ですかって説明しなきゃいけないというのがたくさんあります。いやいや、そうじゃなくて神はこうですよって、いくらお互い定義しても、人間の考えられる範囲でしかないじゃないですか。人間が定義できるものは、それは人間の世界のものなんです。定義できないのは神様なんです。そうでしょ 超超越越ししててる方なんですよつンン、ね、ンンか皆さんが思ってるようなある意味ではある部分を神様ってこういう方ですよね神様ってこうですよね精霊ってこうですよねそうでしょうでも私たちが神はこうですって言葉にした時に私たちの頭の中に神様を閉じ込めてしまうことになります 閉じ込められない方が神様でしょ私たちに理性を与え、私たちを作られた方ですから、ですからそこを私たちはね、本当に恐れを持って、リスペクトを持ってっていう意味ですよ、尊敬を持って接していくことが必要ですよ、クリスチャンも教会も聖書が何を言ってるかということの解釈でぶつかったり、説明することに躍起になってますが、 神様の目から見たならば、私たちがどういう関係でお互いが生きてるか、神様とあなたの関係がどんな関係なのか、これが神様から見ると最も大切な部分なんです。そういう意味で、聖書の世界はね、何言ってるかっていうと、信頼関係のことを言ってるんです。信仰、聖書の信仰、キリスト信仰って言ったときには、一言で言うならば、 トラストのことなんです神様を信じてる、イエス様を信じると時に、神様がいるということを信じてる、存在を信じてる人はたくさんいるでしょでもそれはね、ある意味で神様がいるということを私たちが納得してるわけですよ、信じてるんです。でも本来、神様を信じるということは、神様と自分との信頼関係を築いていくということが、 神を信頼します、神を信じます、イエス・キリストを信じるときに、イエス・キリストが十字架にかかったということの事実はあなたは信じたでしょう。それで結構ですよね。それで幸いです。それで救いをいただいたんです。でも、イエス・キリストを信じて生きていくということは、このイエス・キリストとの関係を築いていくということです。さあ。 主を恐れて生きていくということもう少しだけ私たちも覚えていきたいと思うんですが主を恐れるフィアガール、怖いっていうなんだか嫌な、ね、存在っていうんではなくてリスペクトをしていく敬意を払うということですなくてはならない存在神がいなければ私もいないという存在私たちが本当に主を 礼拝して尊敬すればするほど、私たちも実はすごい祝福されていく、そういう方なんだということを、私たちは覚えたいと思うんですね。まあ、私の父のことをご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、父は障害者でした。母におぶってもらわなければ、自分ではほとんど何もすることできません。服を着ることも、おトイレに行くことも、何もするとできませんでした。しかも、自分を産んだ母親は産んでまもなく亡くなったんですね。 で育ての母親に育てられました。よく育ててくれたと思います。まあ私の祖母にあたる方ですよね。でもその方も父が16歳の時に死んだんです。で、父の父、まあ私のおじいちゃんですよね。私は会ったことがないもんですからわからないんですけども、その私の父の父も48歳で亡くなったんです。ですから私の父は19歳の時に両親が亡く、 えー、そして一人姉がいましたがその当時ですので障害を持っている弟がいるというと結婚にも差し障りがあるというので誰にもそういう弟がいるということを言わなかったし触れたくなかったんです19歳の時にすでにそういう状況でしたでも友達が父を教会に連れててくれたそして出会った聖書の言葉があったんです、えー、ちょっと開いてくださいますか、えー、この「 伝道者の書というところです。読んでみますね。エクレジアスト。え何て言うんですかこれね。ありがとう。<laughs> そうです、えー。じゃあ日本語と英語でそれぞれで読みやすい方で読んでみましょう。Shall we read this verse? さはい。結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ。神の命令を守れ。 これが人間にとって全てである。私の父はこの言葉を触れて、ね、たとえ体が皆さんから見て障害があるとしても、一人の人間であるということをこの言葉として受け止めたんです。そして、神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。人間らしく生きるってどういうことだろうか。私を作られた方方がが、いる。そしてこの方が 私のことをよく知ってるんで、この方がおっしゃることを聞いていこう、そこから始まったんですよ、私の父はキリストを信じたからといって歩けるようになったわけではありません、生涯変わりませんでした、けれども、この神を恐れるということ、その人生の中で、本当に私は、父は最高に幸せな人生を送ったなと思うし、やっぱりその影響を私も子供として受けたんです。 私たちは神様のことをああでもないこうでもないというふうにして論争をしたりするとあります、えー、まあ分からないからするんですが神を恐れるということを私たちは身につけていきたいと思うんですね主を恐れるものはある、えー、特徴が出てきますどういうことかというと関係を大事にします全てのことは関係リレーションシップから始まるんですよ 皆さん子供のが生まれるとか、命が受け継がれていくっていうのはどうやってですか、一人では絶対できないんですよ、関係がなければ何も生まれないんです、私たちの存在そのものも、関係からすべてが始まってる、命そのものも始まってるんだよ、人間というものも神様との関係の中からあるんだよ、何ができる、何ができないかも含めて、全部私たちは、リレーションシップの中に、関係の中に生きてるんだよ、生かされてるんだよということを覚えたいと思うんですね。 主を恐れる者は主との関係そして主が大事にしている関係を大事にしますそして信頼関係を築くことに全力を注ぎます自分が何ができたかできなかったかではなくて信頼関係を築くことに全力を尽くしていくんですそれが心を尽くして思いを尽くして力の限りを尽くして主なるあなたの神を愛せよ 信頼すること、信じること、愛すること、ここにすべて私たちは、えーまあ、ぶつけていく、それが私たちの本来の生き方ですね。そして自分を愛するように隣人を愛しなさい。好きか嫌いか、ね、ではないんです。これは、ね、信頼関係を築いていくということです。それが信じること、愛することです。さあ、えー 私は今日あのこの「神を恐れる」っていうことの中にもうちょっとねもう少しだけこう掘り下げてみたいなと思ったのは、えー、私たちの中に神様,は知ってる神様を知ってる部分はたくさんあります聖書のことも聞かれたらいろいろ答えられるかもしれませんでも私たちが身につけなきゃいけないのは聖なる感覚を身につけるっていうことなんです聖なるって何かというと「holy」「sense of holy」「or sense of holiness」 ここはホーリネスチャーチャだったのかまあそういう意味ではそうですね私たちは聖なる感覚を身につけるですかこれはねあのー、じゃ聖なるって何かというと、えー、絶対は神様しかいないんだよってこと皆さんどうですかもし神様しか絶対者はいないとするならば私が言うことや誰かが言ってることっていうのは絶対じゃないんですよ でしょだから煮詰まら,、ね、詰まらない、行き詰まらないということ、お互いに言ってることは絶対ではないんだ私は今、これがね、絶対だと思っても、まあ、それは自分の知りうる範囲の中でのことでしかないんですよ。絶対というのは間違いがないということですよ。じゃあ、私たち自身、間違わないですかいっぱい間違えるじゃないですか。でもその割にはね,ね 今度言っとくけどね絶対もしないからねとかね <laughs> 絶対しちゃダメだよとかね絶対っていっぱい言うじゃないですかねだん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 そうやってるうちに神様と自分とがねこうだんだんこう同じレベルになってきちゃって神様だってまあ私のことなんか気にも留めてくれませんよねみたいなね時々神様を忘れる自分がそこにいるからですよでも神様はなぜ神なのかあった時に 絶対だからなんですよこのホーリー清いっていうのは絶対なる方がおられるってことですよね完璧だからホーリーなんですこの感覚を私たちが頭じゃなくて体で身につけていくってことがとても大切なんだなってそう思うんです私はねあんまり頭がよくないんですよあんまりって言わなくても皆さんご存知だと思いますがただ本当に生まれる前から母に祈られて そして小さい時から礼拝にこうやって出てね子どもたちがここで聞いてないようでまあ聞いてないんだけどもこう受けてる感覚があるんです。かこれがね実はね聖なる感覚っていうものを身につけるチャンスは頂い,いてるんです。大人になってから神様と出会うとね頭の中で一生懸命神様を理解しよう納得しようというふうに働くんですですも小さいはから神様ね神様をセンスできるように 私たちに命をくだささったでしょ魂をさったたででししょょ魂くだだから祈るとか、それを小さい時から親と共にこうしていると、この聖なる感覚というのが身につくんです。大きくなってからも何かを決めなきゃいけない時に、いや、これは神様はやっぱりノーと言うと思うよとかねで、神様の話をしていても何か違うなとかね、お話をお話でしてるだけじゃないのみたいなね、何か違うなっていうセンス of holy。 それを実は私たちも身につけていく必要があるんですですから、あなたの創造者を若い日に覚えなさい、イエス様を信じたら何が始まっていくのか、この聖なる感覚というものを私たちは日々に身につけていくんです。すごく霊的に敏感な人はいっぱいいるでしょう。なぜなら神様は人間を霊的な存在として作られたから、霊的って何かというと、目に見えないものに力があるということを感じることができるということです。 でも、霊的に敏感な人と聖なる感覚を持ち合わせていると別なものです。この話をすると、すごくね、横にそれそうなので、ちょっと置いてきますが、まあ,あの、そして、神様はすべてを超越している、超越しているってどういうことかというと、私たちは結論付けない、物事を決めつけない、その方向に向かうんですよ。どどどどん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  神様を信じてると言いながら、自分が絶対になってきて、そして自分の結論が全てだと思ってきて、うまくいったらみんなから褒められてすごいと思うし、うまくいかなかったら俺はもうだめだって。誰が神様なんですかあなたが神様に、あなたが絶対になってるじゃないですか。それは聖なる感覚が身についてない、ね。聖なる方は超越されている。もしそのことを身につけていくとね、決めつけないんですよ。わからない。なぜこうなってるのか、どうしたらいいのかわからない。 これが聖ななるる感覚を身につけているものの姿なんですじゃあ何も分からないのかいやいや分かっている方がいますよその方に信頼していくんですよこの感覚を毎日の生活の中で身につけていくそして今皆さんと一緒にこうして礼拝していることがとてもとても大切なこの聖なる感覚を身につけていく時をもね実は過ごしていることを覚えたいと思うんです、えー、私たちは、えー、この 法理、聖なるものって何かというと、私自身も主のものですよね。皆さんも子供のことが気になるでしょう、子供は誰のものですかあなたのものですかいやいや、主のものでしょう先祖は誰のものですかあなたが先祖を守るんじゃなくて、先祖を守ってきた方ががいいるじゃななですかそのつながりを与えてくださった方がいるじゃないですか。 ここここのの方方ををを恐れててにに敬意を払っいいくとととが誠意ななるる感覚を身につけうんです私たちは主のもの自分の人生なんだからじゃなくてこの人生も主がくださってるもの主のものなんだということをしっかりと受け止めながら進んでいくということです、えー、私たちは子どもたちにも自分の好きなこと得意なことを見つけることに時々親としても躍起になることがあります そしてそれをさせてあげるのが親の責任みたいにまで思ってます。でも本当に親としてしなきゃいけないことなんですか。それも話をしていくとね、えー、いくらでもいけるんですが、でも、えー、一言言うならばあの、イスラエルに神様言ったことがありますね。シェマー・イスラエル、アドナイ・エル・ヘイン、アドナイ・エハーこれだけだったんです。聞きなさい、イスラエル。 主はあなたの神です主はただお一人です。このことを私たちが子どもたちに伝えていく。あなたを造られた神がおられますよ。すべてを超えておられる方ですよ。この方に聞いていくんですよ。このことを私たちが教えていく、伝えていくことですよね。さあ、神様は何を最初に性別したのか。 いろんなものをね神様はこれは私のものとおっしゃったんです。ホーリーって何かっていうと神のものです。ね。えーま、神様これは私のものって一番最初に想像、天地創造して決めたものがあるんです。私たちに伝えたものがあるんです。これは私のものだよ。もう全部が神様のものなんですよ。でもわざわざ神様は性別をしたものがあるんです。さあクリスチャンの方もたくさんいらっしゃいますけれどもどうでしょう 神様は人間にねこれは私のもので性別をした一番最初のものって何だったでしょうか空間ではなかった誰か分かる人いますかベンちゃんイエス様でもあったイエス様聖なる方だからね、うん、これは私のものっていうふうにわざわざ 私たちに伝えているものがあるんです。一番最初に伝えたものなんだったでしょうか。これはねとっても私たちが聖なる感覚を身につけていくに大事なことだと僕は思っているので、皆さんと今は分かち合っているんですけども、どなたか気づきますか。アダム、うん、まあアダムそうですね。これは私たちそのものが神様のものですよね。 でも神様が聖書を通して私はこれを性別するっておっしゃったのがあるんです。実はねえっ、ー、と思うかもしれませんが時間なんです。スペースでもなければ時間をこれは私のものって言ったんです。さあちょっと開いてみましょう創世紀の2章っていうところです。ちょっと急ぎます。創世紀のジェネシスチャプター2 verse 1-3.、えー、読んでみますね。こうして天と地とそのすべての万象が完成された。神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神は第7日目を祝福し、この日を征であるとされた。 ま、それはその日に神がなさっていたすべての創造のわ技を休まれたからである、ね。今私たちは1週間を7日というふうに、あるいは7日を1週間というふうにして、リズムを作ってますよね。これは神様が作られたリズムなんですよ。すべてこの時間にしても、これは神様が作られたものなんです。誰のために私たちのために作られたんですよ。そして、これは私が作って、私のものですよということが分かるように、第7日目を これは私のものですよということをあえて聖なるものとしたんです。サンクティファイね、ね、えー、性別したんです。でも、いわゆる私たちが神様から離れてから何をしだしたかというと、全部自分のものと思うようになってきて、もっとも神様これは聖なるものですよと言った時間というものを、どうですかまるで 自分が自由に使えるかのようにしてそして私の時間私の人生何をして何が悪いんだって言うようになってきたんですでも聖書は私たちに「人そのものも私のものあなたが生きるように私は時間を与えたよそしてそのリズムを与えてくださってねっ1日目から6日目はいろんな営みをします」。いいいろんな営みというののは良い環境を築くための時間ですよ でも第七日目、これは私のもの、時間というものが私のものなんだということをはっきりさせるためにも、神様は第七日目を祝福し、これを聖なる日とされた。私たちがこうして今、日曜日の1週間の初めにこうして集まっているのも、この神様に敬意を払い、時間というものが私の自由にできるようなものではないんだということを、しっかりと心に刻みながら、また生きていく。 後ろめなくも生きていけるし、そうか、神様が与えてくださっているこの地上での時間も、本当に思いっきり、良い関係を築くために、神の国を立て上げていくために、私たちは進んでいくことができるんですね。ここがずれていくと、本当に神を信じているよ。それはあなたは神の存在を信じているでしょう。イエス様を信じているよ。イエス様が十字架にかかってくれたことを信じていて、救われています。でも、大切なものをミッシングしているんです。聖なる感覚っていうもの。 そのことを知ることはとてもとても実は嬉しいことです子どもたちはそのことを実は小さい時から身につけようと思えばつけられるチャンスをいただいているんです、ね、見過ごしにしている子たちもたくさんいますよゲームやっちゃったりしてねもったいないねせっかくこうして神様の前に出ている時にわかったわからないじゃなくて何かが違う自分の思い通りに行かない時間がある そのことで逆に思い通りにいかなかった時も神様がおられる神様が見ておられる神様が知ってくださる行き詰まらないんですよ。えー、私たちはもう最後ですが、えー、神様に信頼する時に神様のまあパーソナリティっていうかね神様のご人格を本当は信頼すべきだと思うんですね。 でも神様のパーソナリティよりも神様がしてくれた事柄に関心が多くあることがありますね。神様がこういうことをしてくれたああいうことをしてくれたこれは奇跡でした幸いですよ神様がしてくれたんだからねでも私がこんなに祈ってるのになぜって思うような疑問が入ってくる時ってどうですか ななんんでで神様してくれないんですかあの人にはこうやってしてくれてるのにどうして私はしてくれないんですか神様は何でもできるんでしょ神様をどう捉えてるかというとできるかできないかで捉えてるんだよ。皆さん神様を信頼するっていうのは神様してくれたことを通して信じるんではなくて神様ご自身を信頼する神様ってこういう方だよね神様の性格性質に信頼をするんだよ。 神様がが作られたたものに私たち関心があります例えば太陽あ太陽ってあのねえ美子さんの息子の話じゃないんだけど <laughs> え、ね、自然とかこれ神様が作られたものでしょうでも私たちが本当に関心を向けそして関わりを持っていくのは神様が作られたものではなくてそれを作ってくださったご自身わかりますか その性質に私たちは敬意を払いながらそしてその関係を日々にデベロップさせていくこれが本当に首都の幸いの交じりが築かれていく世界ですおい、えー、しいケーキをお母さんが作ってくれましたね、えー、子どもたちがケーキに向かってケーキありがとうって言ったらおかしいよねおかしくない お母さんがてう私が作ったんだよって言うでしょきっと、ね、でも子供がお母さんを無視してね「ケーキうまかったよなこのケーキすごいよね」ってケーキばっかり褒めてたらどうですかお母さんはねもうちょっとがっかりしますよねでもしばしば私たちも似てるようなことを知ってませんかね、えー、私は母が作ってくれた焼きそば、ね、ちょっと焼きそば食べ過ぎたんでねなかなかこの でもね、まあ、ほとんどクックしない母でした、えー、父が亡くなって料理を始めてるようなもんでね、えー、ほとんどクックはしませんでした、まあ、父にかかりきりっていうこともあったでしょう、えー、それでね料理母の手料理っていうのはほとんどっていうか記憶ないですただ誕生日の時にだけ焼きそばとちらし寿司っていうのを作ってくれたんちらしだってお魚が乗ってないやつですよ生ちらしじゃなくってあのー 卵焼きの細く切ったやつだとかかんぴょうとかか知らないね桜でんぶでんぶのってんの <laughs>、えー、知らない人あとで聞いてください <laughs> とにかくそういうちらし寿司を作ってくれたん <laughs>、えーね、それはねおいしかったかおいしくないかはともかくとして母が作ってくれたってことはうれしいじゃないですかでしょ私たちも 主に信頼するっていう時に主が何をしてくれたかしてくれなかったかあるいは主が作られたものを見てうわすごいっていうことからね本来の主ご自身はなんと哀れみむかい方なんだろうなんと私たちは切れちゃうけど切れない忍耐のある方なんだろうなんとすべてのこと私たちがしでかしたこと不始末をねそれを良いものにできる方なんだろう。 もう絶対無理と思ってもいやいやすごい無理って切ってしまうんではなくってええー、と思うぐらいよく変えてくださるできる方そんな神様のご性質聖なる性質を知ったときにありがたいなあと思いませんかねこの主に信頼するんです私たちが答えを求める生き方をあまりにもしすぎていると思います どどういううういいことかというとか質問が多すすぎるんですねなぜどうしてそれに答えてくれたら分かったとか分かんないとか申し訳ないですけども私たちが納得できたものはそれはねある本当にちょっとした部分だけでしょ神様が分かるんですか分からないじゃないですか分からないってことが分かる必要があるんですよ何言ってるか分からなくなってきた <laughs> 大丈夫 ね、主に信頼するっていうのは、その人の全部を知らなくったって、この人は優しい人だね、いい人だねと思ったら信頼できるじゃないですか、信頼するっていうことは私たちは実は知ってるんですよ。私たちは言葉というよりも、ね、言葉は本当に私たち自身が言葉を使って人を傷つけたり、励ましたりもするけれども、言葉をだんだん信用できなくなってきた、でも言葉というよりも向き合うということはとても大切なことなんです。 向き合う関係に入ります、えー、それがこうして今神様を礼拝してるんです、えー、まあちょっと説教が長くなりました礼拝は本当は説教が良かったとか悪かったっていう世界ではないんです僕は聖書の言葉だけを伝えればもうそれでいいんです死、ね、を恐れる者たちを主に信頼せよアーメンで私たちは何をしてるのかというと「主よあなたはなんと素晴らしい方私には わからないしそう思えない部分があるけれどもでも私の思いをはるかに超えてよくしてくださるとおっしゃったよ約束してくださっている方誠実な方裏切らない方憐れみ深い方恵み深い方主を今日も私は主に信頼します今年も信頼して進んでまいりたいと思いますお祈りします天のとおさま信じたからといって答えが分かったわけでもありません いやいやますますわからないこと今まで気づかなかったのにたくさん気づかされてえー、どうなってるのって思うこともたくさんありますでも何が起ころうとこっちが分かろうが分かるまいが主が与えてくださるものは私が知ってる私が見ているそして私が報いるとおっしゃいました私たちは神様あなたから安心をいただきそして本当に平安をいただき あなたと共にいることが最も安全です何が起こるかわかりませんけれども何が起こったとしても主よあなたが私と共にいてくださいますそして決して私はあなたを離れることがないとおっしゃいましたこの真実な方に信頼できることを感謝しますそれぞれ自分の言葉で主に信頼する思いを 祈りを持って表したいと思います祈りと気持ちましう天皇お父様感謝します <coughs> 今日も三沢先生を通して主を恐れること主に信頼することを あなたから語ってくださったことを心から感謝します私たちも主を信頼する者となれますようにあなたが帰ってくださいあなたの信仰と希望は神にかかっているのです神を信頼します感謝してイエス様の皆によって祈りますアーメン